どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。ほい、今回のテーマソングはドン、チャットモンチーのシャングリラ、やってみようと思います。おー、あの女の子バンドのこの名曲、このウクレレでぴったりですよ。やりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレオリジナル簡単バージョンなんですけども、この曲ですね、変拍子ちょっとリズムがね、一個ドーンって加わったりとか、ちょっとこれ聴いてもらったら分かると思うんですけど、これ曲知ってる人はね、なんか、あれここ、ちょっとこの、ここなんかおかしいなっていうの気づくと思うんですけど、あれがね、結構特徴的だなと思って、シンプル簡単バージョンでもそこ再現しております。で、後半は、さらにそれにかっこいいバージョン、ちょっとスカのビートを入れてますからね、このビートもちょっといろいろアレンジしてかっこいいバージョンやってます。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高だけど、やる方がもっと最高。ぜひ皆さん音楽これから始めましょう。でも私、ブギッチョなんですとか、楽器は私きっと無理だろうなという方多いと思うんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでは、そのような皆さんが、もうできちゃった、すぐできちゃったっていうようなプログラムがあるんですよ。もう本当にすぐできます。簡単にすぐできます。はい。そしてこれ YouTube 動画ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて、無料。始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐにできるようになります。さあ皆さん、行ってらっしゃい。さあ行ってらっしゃい。皆さん、そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上もうアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和のナスベル、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にあるあらゆる曲をですね、このウクレレで簡単に弾けるように毎日毎日こうアップロードしておるんで、皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではね、チャットモンチーのこのシャングリラ、ちょっと難しいリズムがありますけれども、分かったらすぐ分かります。後で解説しますけれども、ひとまずシンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。 シャングリラ、幸せだって叫んでくれよ、時には僕の胸で泣いてくれよ、シャングリラ、夢の中でさえうまく笑えない、君のことダメな人って叱りながら愛していたい。シャングリラガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。なんかこう切ないキュンとくる独特な曲に、分かった、一泊って書いてあるんですよ。
だ、G7 で一回だっていうのが入るんです。あそこはちょっと慣れないとリズムがあれよ、なんかあれってなるところなんで、ちょっと気をつけていただきたいんですけど、これね、曲知ってる人はね、あそこすごい特徴的なんで大丈夫だと思います。今のはね、2番の A メロをちょっとショートカットさせていただいてるっていう感じで、フルでやりたい方、コード進行は一緒ですので、書き足して、オリジナルの楽譜を書いてください。で、今やったガズレレシンプル簡単バージョン、YouTube と一緒に何回かやってできているようになった方も、やっぱり紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように、いつもガズこうやってね、これを見ながらね、いつも自分のノート見ながら演奏してるんですけど、これをこうやって画面にシェアしてるんですけど、今このドン、ガズクラブというサービスが始まっております。このガズクラブは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズのこの最新楽を含む、もう今までにある膨大な曲のリストの中から毎月5曲お気に入りの曲をダウンロードして、お手元でこのね、まさにこのノートのデータですかね、お手元に手に取っていただいていろんな曲に挑戦できるというね、そういう画期的なサービスなんです。で、このね、ガズクラブはね、この楽譜のダウンロードの他にもオンライン配信、ライブ配信イベント、これがめっちゃ盛り上がってます。もう今ね、ガズクラブメンバー500名超えてますからね、めっちゃ盛り上がるんですよ、これが。本当は今日はね、8月8日の14時からあるんですけど、次は8月18日平日の夜8時からっていうのがあります。あと、その中で SNS とかね、いろんな発表する場もたくさんガズクラブ内にあって、非公開になってますので、ね、そこに入ったらね、夢の国みたいになってますから、ね、皆さんお待ちしてます。はい、そういうわけでさっと見せようと思います。今日ね、2枚にわたってるんですよ、実は。で、言葉もよく見るといっぱい入ってるんですけど、結構ね、軽やかにテンポがスイスイと進んでいくんで、面白いと思います。で、これイントロをね、簡単バージョンはちょっとショートカットしました。これ後でね、解説しますけど、ちょっと面白いことは後でかっこいいバージョンでやろうと思います。こんな感じで今さーっと映していくんですけど、こういうところにタカタカタ、これ後でかっこいいバージョンではこういうところに面白いキメが入るよということでございましてですね。で、まあ、コードはね、結構簡単なんです。今こうさーっと映すんで、ちょっと時間ある方は一時停止して映してもらいたいんですけど、まあまあ、ガズクラブに入ってたけど、これはね、データで取れますんでね。まあ、テロップの方が見やすいかもしれない。まあ、人によってはですね、まあ、いろいろこうやってみてくださいということで。で、さっきの出てきた一拍っていうのはこれですね。だ、ここには一拍って書いてある。ダー、ダーって書いてある。このサビでね、一拍ダーッと出てくるんですよ。はい。そんなところが注目でございます。はい。で、これ、ここブリッジパートなんですけど、こっからまた、サビに戻るんですけど、ちょっとね、ロングバージョンというか、サビのコードは、ラストのところはこれ、ちょっと歌詞が変わってたんで、これ、ラストの感じでやってみました。ということで、こんな感じでさっと見ていただいたんですけど、まあ、動画のテロップとこう、合わせながら書いてくださるといいかと思います。で、出てくるコード、はい。シンプルですよ、今日は。C と Am、F、Dm、G7、E7 の6個のコードで今やりました。よかったです。このコードはね、もう超入門コードのグループなんです。6個のコード。ドン。ガズレレヒスコード。これいつも出てくるんですけど、このガズレレヒスコードをちょっと一体何かっていうとですね、ウクレレを始める方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございます。このグループ覚えちゃうと本当にね、夢のようなコードでございまして、もう世の中の曲8割9割これでほとんど本当にできちゃうんですよ。これ驚きなことに、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube で1300曲上がってるんですけど、ほぼこれ8割9割これで構成されてるという夢のようなコード。でもこれね、ウクレレにとって都合がいいだけど、他の楽器ではあんまり関係ないんですけど、はい。でもね、10個あるんですよ。ガズレレ必須コードって10個ですよ。10個もあるのって、まあ、最初思いますよね。でも安心してください。1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個のコード、これも1個のコードだと。これは簡単なんだけど、10個いっぺんにわっと覚えようと思うとちょっと頭混乱するんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭の整理ができる動画を撮ってます。ここにリンク貼ってます。ここでコードを覚えてください。ガズレレ必須コードを覚えるとバッチリです。今日はその中の6個で、今シンプル簡単バージョンやりました。はい。何回も言いましたけど、最初のところ、一拍ね。シャンブリラ幸せだって叫んでくれよ。あれが僕の胸で泣いてくれよ。ダン！このダン！ G7 一回。そして、シャンブリラと入っていく。ここが変拍子と言われる、まあ、リズムなんですけど、ここがキーポイントになっています。ここがちょっとね、やっぱり、慣れないと、なんか、あれ？っていう風に なると思うんですけどね。こういう面白いリズムアレンジも楽しんでいきましょう。さあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コードは一緒です。コード一緒。つまりね、おい、ほんと、弾き方が違うということでございます。弾き方はですね、今日はね、主には、でも、2つ、3つぐらいになるのかな。まずはですね、まあ一応、スカビートをやろうと思います。前半分。スカビート。わかりますか？こんな感じ。1、2、3、4。スカビート、ツッチャッ、ツッチャッ、こっちでカッティングできる人はできるというか、早いからね、カッティングしなくてもいいと思う。ツッチャッ、これ、チャ、8ビートのチャのチャをやってアップする。はい、ツッチャッ、ツッチャッ、ツッチャッ、このリズム、
結構ねフューチャーされております。これ使っていきます。あとはですね、まあ、ガズレレオリジナルのアレンジとして一応リズムは8ビートで流れていくんで8ビートのチャも使います。ジャングリラ幸せだって叫んで、やっぱこれ気持ちがいいんでスカベイトと8ビートを織り交ぜていきたいんですけど、あのブリッジパートのところでは16ビートの面白いフレーズが出てきます。ちょっとこんな感じです。胸を張って歩けよ、タンタカタンタカタン、タンタカ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 、これは16ビートになるんですけど、これはタンタカ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 、テロップに書いてますけど、タンタカタンタカタン、こんなフレーズになりますけれどもね。はい、こんな感じのリズムで構成してみようかなと思います。まあ、つまりはスカビート、8ビートのチャ、16ビートですね。これ16ビートチャは入らない感じのやつなんで。はい、この3つのリズムはここに行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムの要領というガゼレレホームページの1枚で、その中から、スカビートと8ビートのチャと16ビートの リズムのそれぞれのね練習動画、レッスン動画が上がってますんで、そこ見てやってみてください。まずね、この8ビートっていうのが基本になります。全てのリズムは8ビートが基本になってますけどね、それをできるようになってから8ビートのチャとか16ビートに行ってもらいたいんですけど、それぞれの動画で相当深く解説してますんで、ぜひこのリズムを使ってやっていこうと思います。じゃあちょっと解説していこうと思うんですけど、ちょっとイントロでですね、面白いことをちょっと考えたというかですね、この曲はね、ベースのね、フレーズから始まってるんですよね。それをちょっと再現しようと思って、ちょっとこんな感じでやってみようと思います。コード進行はサビのコード進行と一緒なんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー。どう？トゥンタントゥンタントゥンタントゥン。でーんとスカビートに入ってくる。これがね、かっこいいんじゃないかなと。今何やったかっていうと、コードは左手は一緒なんですけど、つまり、こんな感じ。Dm の時だけ3弦と1弦。次 G7 の時はもう4弦と1弦。E7 の時も4弦と1弦。Am も C の時も4弦と1弦で、Dm の時だけ3、1、3、1、3、1。これ、もし興味あったらやってみて。こんな感じ。これでなんかこうメリハリつけて、なんかこうリズムが入った時にドーンとね、ちょっとなんかこうレベルがドーンと上がる雰囲気を出したいなと思って、ちょっとオリジナルアレンジでやってみます。はい、そしてこのスカビートですけど、まあ基本的にはこういうね、スチャ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 って流れていくわけだよ。チャスチャスチャ、こだわる方はこっちカッティング。でもね、この速さだとちょっとこの左手のカッティングがもうちょっと効かないかもしれないんで、こっちなくてもいいね。さっきも言ったけど、それよりも体を出してこれスカってちょっと元気もりもりになるね、イメージがあるんでね、やってみましょう。はい、そしてこう曲が始まって、ちょっとサビから始まるでしょ。一番最後のところ、シャングリラ夢の中でさえうまく笑えない、君のことが出ないとって叱りながら、ね、愛してた。ここは16ビートになるんですよ。おかずなんですよね。ドラムがタカ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 ってやってるんで、この雰囲気を出したアクセント、もう一回やろうか。とってしっかりながら愛していたい。ワン、ツー、スリー、フォー。携帯電話をとスカビートに入ってます。タカ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 。これ16ビートで結構早いので、これ手首使って16ビートね、基本ですよ。手首使ってこう肘で弾いたらもうここ筋肉痛になるからね。ここ筋肉痛になった人は手首使えてないです。こう手首。結構速さですからね。はい、これでスカビートで入っていって、そう問題のブリッジパート、胸を張ってるところも同じ。タタカ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 。ここはこうギャロップ奏法みたいな、こう馬がパッパカパッパカパッパカみたいな感じがいいと思う。こんな感じ。タンタカタン。これもだから速いから手首を相当柔らかく使わないとこの16ビートのノリは出せないかなということでございます。そしてさっきシンプル簡単バージョンでちょっとここはアレンジしなかったんですけど、これこのブリッジバートの一番最後のところで3拍っていうリズムが出てくるんですよ。これはやろうか迷ったんですけど、やっぱこの曲大好きな人はこういうところすごく覚えてるなと思ってやります。ちょっとブリッジバートのところ全部やってみようかな。今そのチャンチャカチャンチャカのリズム、ワン、ツー、スリー。胸を張って歩けよ、分かった。 Am のとこタッタッタシャングリラだから、本当はここタッタッタッタシャングリラなのに、タッタッタシャングリラってことで
3泊でこれ来てんですよ。で、ここでまたガクッとこう肩透かしを食うような、そういう憎いアレンジというか、まあこれも変拍子のリズムですね。なんで今回このかっこいいバージョンでは変拍子がサビの中の1拍追加と、このブリッジパートで1拍少ない3拍というのが出てくるんで、そこもちょっとこうデモ演奏で気づいてくださいね。はい。こういう小技がですね、これバンドだとね、よくこういう面白いアレンジっていうのが登場するんで、またこういうリズムをこの、なんていうのかな、ものにするには面白い、ね、教材みたいになってくれるんじゃないかなと思います。で、まあこの曲、こうやって見てみるといろんなことをやってるんですけど、基本的にはこのチャットモンチー自体がシンプルなロックンロールバンドだと思いますんで、まあ心持ちはこうシンプル、あとストレートで、こう気持ちよくこう体からしながら大きい声でこうバーッとね、こう勢いを持って、演奏したいなと思います。歌詞もね、なんかこう元気になれるような、なんかいいなっていう、本当ウクレレにもぴったりだと思うんですよ、この曲調という。で、ちょっとキュンと切ないメロディー。味わっていきましょう。それではやってみよう。チャットモンチーズ、シャングリラ、ガズレレレ、かっこいい場所、やってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。シャングリラガズレレ流かっこいいバージョンやってました。つっちゃつっちゃつっちゃ、こう心もね、こうウキウキみたいな元気になるやつがいいですよ。もうクレルにぴったり、皆さん大いに楽しんで歌っていきましょう。さあ皆さん、この楽しさ周りの方にぜひ広めてください。こんな音楽で、こんなちっちゃいウクレレでさ、もう本当音楽ってさ、楽しいんですよ。まあ本当このガズレレ YouTube もぜひご活用くださいね。ガズレレ YouTube チャンネル見てたらすぐウクレレできるようになるで、なるで言うてさ、はい、C とか F とかちょっと教えてあげて、次会う時にはもうセッションできますからね。はい、チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そしてさっきもちょっとお伝えしたんですけど、このガズクラブなんですけど、今もう500名超えるメンバーの方と盛り上がってるんですけど、今日は8月8日の14時から、このオンライン限定ライブ配信イベント、今日はエイトさんの香水特集みたいなことで、まあ課題曲5曲ぐらいでやるんですけど、次回8月18日の20時から、まあ決まっております。まあガズクラブ本当面白いんでですね、もうその中でいろんなステージがあるんですよ。演奏動画アップロードできるところに何箇所もあってですね、いろいろテーマが決まってるっていう。はい。面白い活動してますんで、ご注目ください。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は、ありがとうございます。完売に なってしまいました。ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度、なるべくこの、出せると思うんですけど、今、ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう、手に取っていただけるように、邁進しておりますので、よろしくお願いします。今、ご購入していただいて、お待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、
進めておりますのでご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これマイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持っています。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、こう生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてあります、ね。はい。そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい。そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。